はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのは、バンダイさんの HG ドムですね。最近なんかこれが品薄で、探してる人が多いなんていう話を聞いたもんですから、ああ、そういえば家にもあったなっていうところでちょっと紹介してみましょうか。これはですね、このプラモデルなんですけども、劇中まあ、地上用のものは普通のドムで、宇宙に行くとなんかディックドムという名前になって、アニメで見てる分にはどこが違うのかさっぱり分かんなかったんですけども、プラモデルですとなんか背中のランドセルといいますか、この部分ですかね、これとかスカートとかこういったものがちょっと巨大化されてるという、まあ出してみると、まあこうね、別パーツ、このキットには選択式になってまして、ディックドムだったら、まあ、こっちの大きいものをつけてください、地上用の普通のドムの場合は、こっちをつけてくださいなんていう、なかなかこの、こじゃれたものが、まあ、背中のパーツもそうですね、これですね、これがドム用で、これがディックドム用、大きさがちょっと違う、地上用だと、まあ、随分小ぶりな感じになって、宇宙用だと結構いい感じの、盛り上がりがついてますけど、確かに劇中もこんな感じで、違ってたような気がするなぁなんて思ったりもしていますね。なんかテレビで最初映った時はこの小ぶりな、ね、ちょっとしたのがついてたのが宇宙になった瞬間に結構大きい作画がちょっと変わったのかなっていうのは感じましたけど。まあ、あとはね、足の裏なんかもやっぱり地上用はホバー移動、あれアイデアですよね。なんか初めてテレビで見た時はもうこんな大きいものがずしんずしん歩くのかと思ったことし、プシューと、まあ自在に動けるという、ね、あれだと作画も結構楽なんじゃないですかね。足も動かさなくていいんですから、まあこういったような感じ、ね、結構、いろんなポーズも取られますし、まあなかなか優秀なプラモデルだとは思います。これガンダムカラーってやつですね、専用のまあドムにはこの色を塗ってくださいっていうような、スプレー缶が売ってますので、それで全部塗ってますから、まあ劇中と同じようなイメージなのかなと思って、最初もうちょっと濃い紫色で塗ったんですけども、どうも、なんか違うなというところで、まあさすが専用カラーだけあって、まあそれっぽいなっていう色になりました。まあ、このキットを何で買ったのかと言いますと、まあ、ちょっと横に写ってますけどね、これアルテメイトコンテナというダイソーかなんかの100均で売ってる、折りたたみ式の、まあ、小物入れなんですけども、これですね、ガンダムのプラモデルとかっていうの、作るのは好きなんですけども、部屋に飾るのは好きじゃない。まあ、これいうのがですね、部屋にポロッと置いてあるとですね、まあ私もいい年なもんですから、まあかっこ悪いわけですよ。なんかちょっと恥ずかしい、あまり人に見られたくないなっていう時あります。ね、皆さんどうなんですかね。堂々と飾って、まあ今だと堂々と飾れるのかもしれないですけど、まあちょっとこれね、まあ、例えばこの後ろに写ってるヤマトですとか、こういうものがポロッと飾っておく分には、おおって、なんか感じがするんですけども、こんなものが飾ってあると一気になんかおしゃれな感じが台無しになってしまうような気がして、あんまり作るのは好きですけど、あんまり飾っときたくないなっていう、まあ飾まあ、作ったらね、やっぱりね、当分は飾っときたいんですけども、まあ人が来た時なんかにはサクッと、まあ、さっとしまいたいっていうのがありまして、まあそんなところで、まあ、このコンテナの中でこうやって飾っとく分には、あ、人が来たぞってしまって、ね、こんな感じでポンポンってしまって、他にもとしまって、ちょっと横に目立たないところに置いたりとか、押し入れの中にすぐ入れてたり、持ち運びも便利、これはなかなか、いい商品だと思います。まあそんな中で、なんでドム買ったのかというと、まあこのコンテナの中にドム入るのかなと素朴な疑問があって、入るのかな、入んないのかなと、ね、
まあ、結論から言いますと、きっちり収まります。まあ、やるのはめんどくさいので、このままにしておきますけど。まあ、そんな感じで買ったんですけども、まあ、なかなか気に入ってる商品ではあります。で、最近オリジンガンダムとかのシリーズが出てて、ちょっと気になるのがですね、まあ、気になるというか気に入らないところがありまして、まあ、これオリジンのザクなんですけども、なんかバズーカですよね。ザクのバズーカがえらいでかいわけなんですよ。まあ、比べてみると分かるんですけども、ドムのバズーカよりもでかいんですね。これがね、どうにも納得がいかないっていう。ね、じゃあこっち、これおかしい、おかしい。これはね、最高に、ちょっと、まあ、これ単体で飾っとく分にはいいんですけども、やはりこのザク、ドムの横に飾りたいななんて思ったら、なんかお前の方がでかくねえかみたいな、なんかお前の方がなんかそういう強そうなの持ってるじゃないかよっていう、そういう感じはちょっと、なんかね、ドムなんだからやっぱりでかいの持たすっていうか、まあ、ね、この他のモビルスーツよりもちょっとでっかいバズーカ砲を持ってるっていうのがやっぱりドムのかっこいいところで。ザクよりちっちゃいバズーカ持ってるんだったらちょっとなんだなーっていうんで、バンダイさんもこれ作るときに自分ところの商品なんですから、ちょっと、サンダイズさん、ちょっとこの設定はいただけないなっていう、ね、ちょっとうちで出してるドムよりバズーカちょっと大きくなっちゃうんですけど、ちっちゃくしてもらえませんかっていう、そういう相談をね、ちゃんとしてから作品作りやった方がいいんじゃないかなと思いますよね。このオリジン用のね、ガンダムのバズーカ砲なんて、やっぱりこのちゃんとドムよりちっちゃい、ちゃんとちっちゃいのもあって、ドムの方が強そうに見えるようになってる。なのにこのね、まあ、でかい斧持たせてみたりとか、でっかいバズーカ持たせてみたり、まあ、はったり散かして面白おかしく作って、まあザクね、ザク売るぞっていう気合はわかるんですけども、ね、ドムよりでかい武器を持ってるのはおかしい。やるんだったらドムにでかいの持たせてください。というような、何の話だかよく分かんなくなっちゃいましたけど、まあ、ドムなかなかいいと思いますよ。はい、それではさようなら。